にある知る人ぞ知る有名人が集うジャンソー、ジャンワラ。私、店長のジャンシンガーピミちゃんです。よろしくお願いいたします。そして従業員のチャンス大城です。よろしくお願いします。ありがとう。さあ、本日で2回目でございます。そうですよね、はい、僕はまだちょっとギャグやってないんで。あ、やりましょうやりましょう、はい、お願いします。ぜひ嬉しい、はいはい、じゃあ、入り表山猫の顔をしながらフクロウの鳴き声を出します。ありがとうございます。すいません。最高ですよね。めっちゃこっち現場面白いですけどね、はい、一応ラジオな。あ、そっか。ごめん、音でも楽しんで。入り表の顔が、はい、ただの震えない。まあ、YouTube でね。大城さんのこの顔大好きなんですよね。ありがとうございます。待ち受けしたいぐらい。あ、ありがとうございます。あの、待ち受けして交通事故にあったってやつがいました。演技悪い。麻雀なぞかけやっていいですか。あ、大丈夫で、はい。麻雀とかけまして、はい、オレオレ詐欺と解きます、はい、その心は振り込んだら負けです。マージャンテーピーフでございます。あの、ピーフでございます。で、あのお辞儀するときにマイクに当たるんだけど。大体ね。そうだ。いや、お師匠さん、なんかありましたか。え、なんかありましたか。いやいや、なんかなんか、あ、やるよ。ありますよね。あ、そうよ、昨日よ。はい。あの、あっこ、ちょっと湾岸スタジオに、はいはいはい、フジテレビの、はい、ちょっと小さい、ちょっと幸ありまして、あ、豊洲駅からあのルリカモメ、はいはいはい、乗ったら、あの、私のことってなんちゅうの、有名人、自分では有名人とは思ってないですけど、いやいや有名ですか、最近ちょっとね、はい、顔を刺されるようになってきてね、はい、写真撮ってくださいとか、はい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 、ただその車両誰も乗ってなかったんですよ、ユリカモメね。結構いない時間帯ありますよね、はい、でも前にあの50歳ぐらいのお父さんと、で横に奥さんと中学生ぐらいの娘さん、うん、3人、はい、ちょっと観光客っぽかったんですよ、うん、あ、お台場行くからですね、はい、なんかちょっとこうで、僕前目の前に座ったお父さんが僕に携帯電話でパシャッパシャッって写真撮ろうとするから、うん、でいきなり撮られたで、僕ちょっとパシャッパシャッと思いっきり堂々と撮ってくるんですよ。注意したんですよ。あの、うん、声かけてくれたら、はい、撮りますんで、うん、そんな許可なしで撮ってくるやめてもらえません。いきなりちょっとあれですね。はい、まあ、そのお父さんが、どうやった私は、せいせいわーって。あの、僕の横の風景を撮りに、中国の観光客の方で、僕のこと全く知らなかったですね。レインボーブリッジ撮りたかったって。はい、そうです。あの、俺別に顔刺されて僕を撮ってたわけじゃないです。なんか邪魔だったまだ。はい、すいません、なんかね。もっとあの、すいません、あの、できててごやごやな話。いや、もう、何でも試して、邪魔では何でもね、雀荘なんで、あの、はい、やっぱいろんな話をね、はい、雀荘はするところですからね、はい、まあ、でも今日もね、あの、先週のゲスト、集まって喋る、先週のゲストと一緒で、うん、あの、はい、今週もね、そうなんです。あれ、これはね、まだトーン1曲なんでね。まだお話ししてて、ね、オープニングなんです。あ、ほんま、あ、わかりました、わかりました。ピンフ話いいですか、じゃあ、あの、はい、ニューヨークと同期なんですよね、15期のピンフちゃん、はい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 、ニューヨークと同期で、あの、ニューヨークのチャンネルにピンフちゃん出まして、あの、垂れ込みしたんですよ、ピンフ15期の思い出を、うん、そしたら、その思い出話を使われて、あの、みんなが、あの、私のこと思い出てくれたんだっていう話です。いや、僕もね、あの、全然、あの、対抗馬としては弱すぎます。ちょっとバカ弱い。いや、大丈夫、あの、ピンちゃんも、はい、これからね、はい、この番組でバージャンのお話とかね、して、はい、そうですよね、うん、麻雀の話全然出てこないんですよね、やっぱ、ま、打ってるんですか、麻雀は。麻雀もう週8ぐらいで。週8、はい、もう雀荘は。でも麻雀をむちゃくちゃ強くなって、
麻雀で有名になっていくっていうパターンもあるってことですよね。そうですね。例えばそれはめっちゃ強かったら有名になるんですよね、はい、そのタイトル戦とか出てね、出たら、まあ、優勝したりとかしたらで出て有名になって、はい、例えばそのあいつおしゃべりもおもろいなとか、そのキャラクターいいなってなる場合もあるってことですよね。最高系はジャンシンガーピンクちゃんの最高系は、はい、麻雀が強くて歌が上手くて喋、うん、れるっていうことですよね。そう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 、はい、だからあのさんま師匠とか、はいはい、麻雀さんま師匠、はい、もし、はい、ハマるパターンもあるってことですよね。お前麻雀うまいなっつってさんま師匠と打てたら幸せですね。まあワンあるかもしれないですね。そうそうそう、 やり続けていれば。だから僕はここの番組でピンクちゃんもトークを鍛えたらいいと思うんですよ。そうですね。誰が言うってなんかあのゲストさんの声が、はい、後ろから鍛えるべき日が来るじゃないですか。川村師匠誰と誰が言ってんねん。大塩さんもね、はい、ラジオ番組のパーソナリティもここで狙い続けてなりました。はい、麻雀をみんなで鍛えて最終期はさんまさんと打つ目標にしましょう。はい、はい、できました。というわけで、これから毎週土曜日の夜はジャンバラ、お付き合いください。ジャンバラ、東京女性不動産の山手と申します。こちらへどうぞ。女性のためのお部屋探しなら東京女性不動産にお任せください。当社はご相談から契約まで女性スタッフが対応、安心安全なお部屋探しをサポートします。女性目線でお部屋探しをサポートします。ジャンバラをご覧のお客様には自宅プレゼントキャンペーン中。ジャンバラ、はい、ではここからはトンニ局ゲストの登場です。先週に引き続きましていらっしゃいませ。あ、どうもー、ラキラです。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。またお呼びさせていただきました。先週に引き続き、ほんと豪華な、はい、今週もおラキラさん、ほんと豪華よ。ねえ、そんなことないですよ。ほんとにありがたいです。こっから多分どんどんゲストの質落ちていくとか、ね、そんなことないでしょ。だってニューヨークとかもね、今大人気だから出てくれるか。ねえ、だってアルジさんとチャンスさん出てるって言ったら先輩が出てるわけだから、まあちょっとでもね、頼んでくるだけは価値はあるかもしれない、はい。それであの今回ですね、はい、これ実は当店歌えるジャンソージャンワラっていうのをテーマでやっておりまして、まし、今週はゲストのオラキオさんにですね、はい、ぜひあのお好きな曲をリクエストしていただいて、もう歌えるの、はい、はい、もうとりあえずいっちゃいますか。いっちゃいます。カラオケで歌うみたいなことでいいんだよね。なんでカラオケなんですか。その歌える、オラキオが歌うまいですか。オラキオさんと、そう、歌のイメージない、うん、あの歌ってもらうんですってピンちゃんが打ち合わせ時からずっと言っててオラキオさんは歌に何かあるのかって聞いて、いや、歌ってもらうんですって。歌のイメージないっすよ。そうなんですよ、真逆でやってましたもんね。モノマネもないですし、いや、僕お話聞いてからでいいんじゃないですか、ね、はい、いきなり歌早いっすよ。もうちょっと喋りましょういや、ちょっと焦ってましたよ。また編集するんだったらやめてよ。なんかその編集するありきでアイドリングで話すとかだったらやだよ。もうちょっと喋りましょう。使うってことでしか話したくないよ、こっちは。いきなり歌ってで、まあでもそういうやか、その二段、日本柱だもんね、トーク歌っていうね。歌えるチャンスだから。いや、でもなんでピンクちゃんを歌を歌ってほしいですか、はい。自分があれだもんね、ジャンシンガーだからね。ジャンシンガーなんで、であとあの今後ライブもやりたいんですよ。うん、あの、なるほどね、音楽ライブみたいな。言ったらチャンスさんも音楽やってるし、ね。そうなんですよ。はい、それであの RG さんもやってるので、そういうのもあって。じゃあだとしたらやっぱゲストを呼ぶ、ゲストは歌に関連する人を呼ぶべきだよね。そこまで見据えてるんだったら、まあ、僕に関しては歌なしで行ってもいいし。その歌に関係する人を呼ぶんであればそのライブにつながるかなとかっていうことで、自然ですよね。そうですね、僕を呼んどいて歌わすっていうのがよくわかんない。その問いながらですよ、問いながらオラキオさんに音楽の曲リクエストしたら4曲送ってくる。違う、2曲で言ってたら4曲送ってくる。俺趣旨が分かんなくて、なんかみんなで歌うって言うから、あまりにもなんかその僕の2曲だけでなんかフィックスしないんじゃないかと思って、
そのまあ4曲送りました。そんな歌いたいから4曲送ったわけじゃないですよ。でもピンクボーンにやっぱお笑いと音楽ってやっぱすごくこうつながってるじゃないですか、大きくって思ってるんですよ。だから音楽嫌いな人いないと思ってるんでまあね、音楽とお笑いと麻雀があれば生きていけると思ってる。なるほど、はい、送っていただいて4曲全部聴きましたけど、やっぱなんかこうオラキオさんのお人柄というか、なんかちょっとこうロマンチックなちょっと ご性格というか、やっぱそういうのを垣間見れてとても楽しかった。そういうのが好きなんだよね、やっぱり。サイ音楽部サイってな返事が急にサイって言われたとか。どんな曲よ、4曲僕が送ったのは尾崎豊さんですね、やっぱり、はい、あれオーマイリトルガールですよね。僕のアパートの裏、尾崎豊さんの出身中学です。そうなんですか、はい、それはじゃあ縁があると。あとね、あのこの間あ雪男さんいないか、この間雪男さんスナック行った時、はい、そこの横に常連さん、はい、尾崎豊さんにあのバイク盗まれたことあるって言ってました。うわじゃああの15の夜の盗んだバイクで走り出すの盗まれたやつ、あれを今日じゃあその人がアンサーソングね、盗まれた人の気持ちも歌ってほしい。そうそう、15歳の頃の、うん、警察被害届出して最後ご保護者来て、ほんだら尾崎豊さん、後の言ってた、後の尾崎豊さん。じゃあそれは貴重、その人ゲストでいいんじゃないですか。それで15年歌ってもらうとか、ね、確かに盗んだバイクかって自分のバイクのことですもんね。そういうことですよね。そうそうそう、盗まれた側の人間も大変だったと思う。だってもしかしたらその時すごい大事な約束があってバイクで行かなきゃしょうがないのに、そう盗まれてその約束が果たせなかったとかあるかも、ドラマがあるかもしれないですもんね。っていうかあなたドラマよく出てるよね。あなた、そうなんですよ。でもね、めちゃくちゃ面白くて。映画、すごい。あれ何？映画って何？いや今年映画決まったでしょ。ちっちゃいね、まあ、ちっちゃいというか、まあまあまあ。ちなみになんていう映画で言って大丈夫ですか？いやいや、まあもう。まだ言っちゃダメだよ。いや、いいんですよ。どの映画ですか？どのこと言ってます？マナミ 100% のこと言ってますか？マナミ 100% ってこと？あれはもう終わりました。あれは今年の秋公開。あ、じゃあ、全然、宣伝しといて。だって要は映画でテンポ。いや秋のドラマ、9月の宣伝今しないでしょ。あ、そっか。あの連続テレビ小説とかいろいろ腕を振り上げて、朝ドラって言わないんだね。連続テレビ小説っていうのね、朝ドラのこと。やめてよ、ウィキペディア情報。でも今日は歌ったのだって、はい、今日麻雀でしょ。一応4曲どんなんだったの。そう、一応あの他4曲いただいたラッドウィンプスさんの正解、ね、あとアジアンカンフージェネレーションの空に、うん、でザ・ブルーハーツの青空、青空は名曲ですよね。いただいたんですけれども、はい、この中からですね、はい、一応今回尾崎豊、今ちょうどお話出てました、はい、尾崎豊さんのオーマイリトルガールをですね、皆さんで大合唱ということで、はい、よろしくお願いいたします。これどんなテンションでエビアンで歌えないですよ、これマジで。昼間、もう夕まだ、ね、夕方ですけど、はい、これ僕一行入ってますけど、ビーフちゃんと、はい、これ全部オラキオ。いやだいやだ、それはやだ、それは本当にやだ。サビ一人じゃなくていいですか。いや、全員がいい。大合唱で、大合唱だって、そういうことだもんね。スナックでみんなが歌うみたいなことなんで、ジャンソーがね、はい、じゃあ、1番だけね、音楽をご用意できてたら。うわぁ、オーマイリトルガールをラジオで歌う日が来るとは。芸人やってて、尾崎豊さんのオーマイリトルガール。ちっちゃいな音。しかも入りが分かんない。こんなイントロだった。こんなやった。特別バージョンで。何これ。どういうこと。分かっちゃった。ここです。いや、ちょ、入りよ。オリジナルがすぎる。その著作に引っかからないためにちょい変えてオリジナルにしてるんだろうけど、もうこれほぼオリジナルだよ。いやいや、どこで入んねん、これ俺の知ってるオーマイリトルガールじゃないって。もうちょっと出てくる。聞いたことない曲聞かされてこんなにもいけないって。ビーフちゃん今音量の話しかしてない。音量じゃないんだよ。
ゃって俺が言いたいの。違う、ここは100歩譲っていいんだって。オリジナルが過ぎるんやって。俺の知ってるこれオーマイリトルガールじゃないやん。お願いします。音お願いします。いや全然わからんかった。どこで入るかわからない。好きな曲なのに。ピンちゃんはどこで入るか知ってんの。私はもうなんかピンちゃんはこうやって、はい、やって骨折にアレンジされる。え、これ流れてる。流れてるよ。もうちょっと音を聞くじゃない。最大にもうちょい。ピンプちゃんに切れる権利ないから。なんでピンプちゃんが切れてんのよ。ちょっとディレクターさん、もうちょっと音を。あ、分かった、俺は分かった、俺は分かった。ええって、俺分かった。次は2倍ぐらい。はい。あっ、来た来た、いいよ。ちょっと待って、はい、これ入れ、どこ入れ、どこか分からんのよ。こんなに、こんな、ほんとそれで今いけたの。なんてないじゃん。聞いたことないピアノやから。そうでしょ。ディレクターさん、とにかく音を持つのは音の問題じゃねえんだ。音調子いいんだって。むしろ音は調子いいんだって。音は調子よかった。ちょ待って、俺どっから片付く君からで。オラキオックは街並みからでいいですか。あ、オッケー。じゃあ、私が入るんで、こんなに。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。はい。じゃあ、行きましょう。オール。聞いたことねえんだよ。全然気持ち入んない。こんなにも騒がしい街だ、俺じゃないんかよ。街だから。なんで気持ちよくなって俺今街恥ずかしい。俺でしょ、街並みのとこめっちゃ気持ち入るやん。この街並みドロップスという曲でめっちゃ気持ち入るやん。街並みドロップス街並みはこっちでいいの。街並みや、いいんだよ、たたずまき。騒がしいやから。街並みからはいけるよ、俺。今の感じやったら。来たのかい。来たのかいか、もう。大丈夫、大丈夫。なんとかやれば。編集しよう。はい、あと、そこ。いや、今のとこがやめといたら面白いわ、一番。もう流していいんで。はい。街並みね。騒がしいね。こんなにも騒がしい街並みに佇む君はとても小さくとっても寒がりで泣き虫な女の子さ。街角のラブソング口ずさんでちょっぴり僕に微笑みながら凍えた体優しいな。そっとすり寄せて君は口づけせがむんだ。オーバーミルが温めてあげよう。オーバーミルがこんなにも愛してる。オーバーミルが二人たった隣に支えて歩きながらいつまでも
までも離れられないでいるよ。いやあ楽しいですね、歌ったら。いやいや酒なしでこんな楽しかったの初めてかもしれない。嬉しい。歌えるジャンスなんで。いや、よかった。これみんなで歌うっていうのがいいですね。できよかったです。あ、よかった。でもなんか歌い方チャラかったよね。ちょっとあの尾崎だよ。ちょっとこんな何も見てなかった。ちょっとやっぱ女子が出ちゃいましたね。女子出さないで尾崎。俺たちの女子出ちゃいました。CM の後はトン3曲です。大丈夫。頑張ろう。僕もやりたい。お誕生日おめでとう。見る方が伝わる。広告デザインのことなら矛盾者。ではここからはトン3曲です。コーナーに参ります。目指せレギュラーお笑いレンちゃんバトル。若手の芸人さんがレギュラー出演をかけて戦う熱いコーナーとなっております。毎週1組の若手芸人が登場。2分間のアピールタイムが与えられて、その間、ネタはもちろん特技や、トークの披露など何をやっても OK です。翌週登場する対戦相手と一騎打ち。勝敗はオンエア後の3日間の YouTube の視聴数で決定いたします。視聴数が多かった方の勝利となり、勝てば次回のバトル出演、つまり連チャンとなります。というわけで、はい、一気に言いました。おー、はい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 、はい、ではあのチャンさん、はい、今回の挑戦者さんの自己紹介。はい、僕がね、あのちょっとオファーかけたんですけど、あのはい、2週目、チャンス大城軍団っていうのがありまして。はい、はい、あるんですか、チャンさん。はい、そのホットパンツしおりくんっていう。うわー雪男さんはなんかその地下芸人の中でも聞いたなんかレジェンドじゃないですか。はい、どういう立ち位置の。これだからこの若手地下芸人ですね。あ、本当に若手。はい、だホットパンツしおりっていうんで、あの僕初めてライブで見てたら、はい、ホットパンツ履いた可愛い女の子出てくるのかなと思ったら、そうですね、ホットパンツ履いたおっさんが出てきた。いやー楽しみ。おっさんが何歳の。41。若手芸人バトルでございます。はい、はい、京都さんが54。54で、ホットパンツ中さん40。はい、さあそれでは、ホットパンツしおりさん、よろしくお願いします。おホットパンツしおりです。コント予告状。この博物館に怪盗ルパンがこのスフィンクスの涙を奪いに来るという予告状が届いたそうだ。みんな気を抜くんじゃないぞ。で、その予告状はどこだ。これか。今夜12時、スフィンクスの涙をいただきに参ります。東京都中野区大和町 5-88-8、メゾンミユキ605号室、怪盗ルパン。今すぐこの住所に急行しろ。住所変えちゃダメだよ。コンケン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 。住所変えたらダメだよ。おまわりさんいっぱい来るぞ。次に大家さんに会った時に気まずいぞ。ボンボン。はい。今の面白いところは僕がハゲてるとこです。そこかい。次の日。そこかい。どうした。またルパンから予告状見せてみろ。今夜12時、スフィンクスの涙をいただきに参ります、怪盗ルパン。ふざけやがって。おい、今何時だ。12時5分。遅刻しちゃダメだよ。コンケンコンコンケンコンコン、ピピピピピピ。遅刻をしちゃダメだよ。泥棒と人とね、二つ悪いぞ。どっちか一つに絞れよ。はい。今の面白いところはないです。あるよ。どうもありがとうございました。いやこれはすごい体験だ。はい、あのこのネタ、今そのいろいろ
R1 グランプリとか、はいはいはい、10年出れないじゃないですか、僕も、うんうん、芸歴10年未満以上は、はいはい、このレタルさん、あの芸歴15年以上でしたっけ、11年ですね、以上の B1 グランプリとか、はい、B1 ね、やってますね、その決勝、うわすごい、ファイナリストなんですよ、やっぱそうなんだ、あの去年行かせていただきました、はい、ホットパンツは、うん、ホットパンツじゃないんですよ、今日ちょっとちゃうかったから、はい、そうなんです、ずっと4年半ぐらいホットパンツ履いてやってたんですけど、ね、あのチーフマネージャーに気持ち悪いからやめろって言われて、あの首になるかホットパンツ選ぶかどっちかにしろって言われて、いやそこは首でしょう、首でしょ、千葉芸人としてはすごい今日見れると思うね、このホットパンツしおりちゃんね、あの今まで出まはい、女の子に出待ちされたことないんですよ。おお、はい、で、はい、この間ですね、まあ、1年前ぐらいですか、うん、ある女の子に出待ちされまして、あら、まあ、うん、あらすげえ可愛かったらしいです。おお、お医者さん、可愛い女の子出待ちされたんですよとか僕にも言ってきて、ね、おでその時ツイッターにその子らフォローされてて、わわ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 、しおりちゃんね、その子の過去のまあ、ツイッター入れだし2年か、2年なんですよ、うんうんうん、この2年さかのぼって、はい、あの全てにいいねを押したんですよ、あらあのブロックされたんですよ、あの、まあ、よかれと押してる途中でブロックやったんで途中から見えなくなったんですよあれってそれが2年でしたね、3年見てなかったんですよねあれでもなんかトリオ組んだんですよね、はい、お聞きしました、はい、あの、うん、なんかあの加藤ショコラさんっていうハゲと稲垣社長さんっていうハゲとハゲ3人で、あのビューティフルボーイズという、あの、僕がビューティフル。あと人生相談を受けるお仕事も。あ、そうなんです。食事報酬だけいただきたいと。ご飯おごってくれと。はい。相談乗るよと。はい。その場合、自転車で行けるとこ、わーっと行きますんで。おぉ、ね。月1ペースで、あの、はい、いただいてます。予約が取れない店の。いくらなんか出たら、60代ぐらいの、はい、姉さん女性の方、はい、社長さんかなんか、はい、相談乗ったらご飯食わしてくれるのか、なんか無視食うて言ってで利用するぞ言って思いっきり腹殴られてあの拉致られかけたらしい、あのちょっとあの何でもいけんねやろっていう感じで来られたんでうわーっつって車乗るら言われて昭和のあるんです、ね、昭和のやり方ですよ、男が。あのなんか引きずりながら逃げたらし、うわっ、なかった、あの時が一番命の危機を感じましたね、あのドラマみたいにゴールデン街のあの隙間のとこでこう、こう絡みながらやり過ごしました、これはこう逃げて逃げてあのおばちゃんに殴られただけやから全然早くハードボールマジでお前リトルガールと会いますね、合うか合うか、お前リトルガールとどんなイメージ考えてなこの世の果てっていうねドラマの主題歌だったんです。ああ、そういうことか。というわけでね、はい、ありがとうございました。知らないだけだった。ここから3日間の視聴数で争っていただきます。3月14日の23時59分までです。いっぱい見た回数だもんね。そうなんです。うん、はい、なので、ホットパンツしおりさんを応援したい方、皆さんぜひ何回も何回も見てください。よろしくお願いします。ホットパンツしおりさんでした。ありがとうございます。ということで、あっという間にオーラスが来ました、エンディングです。おー、はーい、どうもどうも、はい、終わりました。いや、ありがとうございます、本番に。でも、オラキョ君ね、いや、オラキョさん、いや、でも、あの、うまいおしゃべり、いやなんか、多分聞いた人は違う、あの、聞いた人、俺がゲストみたいになってるから、まあ、普通はだから、そうですよね、チャンスさんを MC に据えるっていうことはね、やっぱりちょうまかったね。そっちじゃ、
お二人がそんなに喋らないんで、なんか、僕も全く喋りなくてない。なんか、オラキオコの番組って思うよね。違う違う違う。聞いた人は。違う、そんなことないですよ。いや、もうそうですよ。そんなことない。感じで、いやいや、でも本当にあのなんか最初はどうなることかと思ってましたけど、あの歌って最後みんなで大合唱した後、うん、すごい楽しかった。よかったよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうちゃんの企画もね、捨てたもんじゃないですよ。こんな楽しい気持ちになるとは。いや、チャンス押しのピーフちゃんなんてこんな欠陥住宅とか欠陥住宅としても成立しないかもしれない。ゲストの人がなんとかそっと近いと思うような番組だよね。だからゲストをあのいろいろ考えなきゃいけないってことが今回分かったね。あの歌に関係する人であること、そしてある程度そういうトークが、もうすでに次のゲスト決まってるんですけど、はい、全然関係しない。これでトークもだったら結構みんなあの誰がどう、それこそパジャマさんが回さなきゃいけなくなるよ。そうですか。作家としても別ギャラ合わないといけなくなるよ。それはもう降りたくて降りたくてしかないんですよ。今日も降りたくてね。でも楽しかったです、チャンスさん。初冠ラジオ、そしてピンフちゃんのね、新たな試みに参加しました。歴史のページに収録ありがとうございました。また頭当たりました、はい。というわけでですね、うん、そろそろ今夜は今夜、じゃんジャンワラ見せじまいとさせていただきます。はい、お相手はジャンシーがピューちゃんと、はい、チャンスのお仕事オラキオとパジャマトリオでした。また来週。